DR-2100 型機動車は、かつて、台湾鉄路管理局で運用されていた機動車である。純道系の DR-2200 型機動車についても、本項目で述べる。台湾総督府鉄道機派100系機動車、台湾総督府鉄道機派200系機動車この車両の、前身は、台湾総督府鉄道が1931年に、 日本車両製造をより購入したキハ100系機動車である。同時期に日本各地の鉄道に納入された、いわゆる日車型ガソリンカーの流れを組む機械式ガソリン動車であるが、全長は17メートル、客用扉は2箇所で、これに荷物必要扉を1つ持っていた。前面は日車形特有の流線型ではなく、同時期に製造された、 国鉄キハ42000系機動車とよく似た半円形であるが、キハ42000型が半室運転台で6枚窓であるのに対し、キハ100型は中央運転台で5枚窓であった。一方、川崎車両で製造されたのがキハ200系機動車である。車体形状はキハ100型と同様であり、製造所の違いで形式を分けた形となっている。なお、 キハ202については、1933年に火災事故で消失したが、翌年車体を新造して復旧した。1934年には両形式ともに増備され、キハ100型は5両、キハ200型が4両となった。1937年には、キハ100型が、ホキハ2100系、キハ200型が、ホキハ2200型に解消された。なお、 1941年には1両がディーゼルエンジンに換装されたが、第二次世界大戦中に、ホ機ハ100系1両、ホ機ハ200系2両が廃車されている。戦後、残る6両が接収され、それぞれ25が2100型、25が2200型ガソリンカーと、改版されたが、台湾南部を中心に引き続き運用され、その車両サイズから、中型機輸客車と呼ばれていた。 しかしエンジンを中心として老朽化が進んだため、1956年にはアメリカの援助で発動機を日本製の DMH17 ディーゼルエンジンに変速機も液体式変速機に換装し、総括制御が可能になった。また1957年には形式が 25DR2100 型、25DR2200 型ディーゼルカーと改版されている。 1960年に車体更新が行われ、前面が半円形から切り妻形に改装され、貫通路が設置され、台車もコイルバネ式に変更したが、それ以外はこの時点ではまだ原型を止めていた。しかし、1969年から1970年に再び車体更新が行われ、DR2300 型、DR2400 型とともに、 DR2500 型に類似した、車体長19メートルの車体を、新製の上乗せ替えて、発動機も、カミンズ NHHB-600、ディーゼルエンジンに換装。その後、35DR2100 型、35DR2200 型、ディーゼルカーと、改版され、事実上、DR2300 型、DR2400 型の同型車両になった。 1984年には再び車体更新が行われ、窓をバス窓から一段上昇式に変更された上で、引き続き四線区の中心車両として使用されていた。しかしながら、冷房装置がないことから、四線区のサービス工場のために、同じく日本製の DR1000 型に置き換えられ、1999年までに全車廃車された。ありがとうございます。